ケータブラ地元目に細め、マザナートが共に勝利を下げておりますけども、そのナートはやはり3本でも速いですね。3本でもいいぞ。一本一本それぞれのレース目標を持って頑張ってほしいと思いますが、さあどうだ。第2バールはちゃんとこのリズムセッションで優勝を見ています。さあガンサー、リューファー、セブロ、セブロ変化に挑戦というかね、マーユーブ選手に少しでも追いつこうというその頑張りもまた次につながると思います。マスアドアウトがトップでフィニッシュ。